所領は無常、滅びの世界史のコーナー。滅びは人の定めなり。今回は突厥の滅亡についてやっぞ、ほらやっぞ。突厥とは何か、これはなかなかの難問である。国の名前じゃないのかい？我々は普段国や民族といった言葉を使っているが、果たして国と民族の違いについて明確に説明できるだろうか。突厥は郷土などと同様、国の名前でもあり民族の名前でもある。騎馬民族かい？突厥はトルコ系騎馬民族であるとされる。だが一歩進んで、トルコ系騎馬民族とは何か、ということを考えれば、それを明確に説明できるものはいない。モンゴル系騎馬民族とは違うのかい？世界史はその二つの民族を明確に区別している。しかしどこがどう違うのかについては語られることがほとんどない。どこがどう違うんだい？それを明確に説明できるものはいない。基本的には、語族、というのは19世紀以降欧米人が作り出した概念だ。欧米人は自らをインドヨーロッパ語族とし、モンゴル系民族とトルコ系民族を分けた。欧米人のイメージではトルコ系民族とはオスマン帝国を構成する民族であった。ややこしいけど現在のトルコを中心に東地中海世界を支配していた大国だね。だがそのトルコ系民族は、モンゴル高原からやってきたと見られている。かつてモンゴル高原には、モンゴル系騎馬民族やトルコ系騎馬民族が混在していたと見られている。違いはあったのかい？どうやら文化や風習、言葉が違ったようだな。例えばモンゴル族のチンギスハーンはメルキト族に妻をさらわれたわけだが、メルキト族はトルコ系であると推察されており、明確にモンゴル族とは違う民族だとされていたようだ。でもどう違ったかまではよくわかっていないんだね。遊牧を生業とする騎馬民族は、文字による歴史を残さなかったからな。移動も多かっただろうしね。だが突厥は例外的に突厥文字を残した。騎馬民族なのにかい？突厥文字の起源は、アラム文字にあるとされる。アラム文字って、古代オリエントにいたアラム人が使っていた文字だったね。アラム人は交易によって財を成した民族だ。アルファベットの大元となったフェニキア文字を作り出したフェニキア人は海上貿易、アラム人は陸上貿易で活躍した。フェニキア文字は西方で文字の大元となり、アラム文字は東方で文字の大元となった。そして突厥文字が作られたわけだね。アラム文字からソグド文字が作られ、ソグド文字から突厥文字が作られたとする説が現在では有力だな。ソグド文字ってソグド人が使っていた文字だね。ソグド人もまた交易民族で、シルクロードでの交易に携わっていた。後に唐で安史の乱を引き起こすことになる安禄山もソグド人の地を引くとされるが、その話は後ほどするとしよう。突厥の地も引いているんだったっけ？突厥がいつから存在していたかは分かっていない。突厥文字は存在していても、突厥に関する情報の大半は中華側の記録から得るしかない。中華は歴史を残すことに熱心だったもんね。突厥はもともと従前に従属していたと見られている。従前ってモンゴル高原にあった国、もしくはいた民族だね。従前は鮮卑族と交争を繰り返していたようで、鮮卑族の国である北魏が台頭すると次第に勢力が弱まっていったようだ。そして突厥は従前の弱体化を機に独立したものと見られている。552年、従前はイリカガン率いる突厥に敗れ、滅亡してしまった。カガン。カガンは遊牧民族の君主号で、後に漢もしくは藩の由来になったとされる。カガンがいつから使用されたかは明確ではないが、5世紀頃から従前で使用されていたようだ。郷土が使用していた前羽とは違うのかい？理由はわからないが、従前では前羽の称号を使わなかったようだな。また、鮮卑族も、カガン、もしくは、カトン、といった君主号を使用している。おそらく漢字は違うが発音は同じなのだろう。無理やり漢字にしたんだろうね。従前から独立したことも関係しているのか、突厥も君主号に、カガン、を使用したようだ。突厥が表舞台に出たのは、先ほども出てきたイリカガンの時代だった。従前を滅ぼした人物だね。イリカガンはもともと従前の土門だったようだな。土門とは何ぞ名もし？
日本語では万人長とも訳され、軍事上の実力者であったようだ。イリカガンは従前から離脱し、正義の皇族をめとったという。すでに北魏が分裂していた時の話だね。イリカガンが従前を滅ぼしたのはその後の話のようだ。当時の中央アジアから中華北方にかけては、エフタルや公社、帝霊といった国々が覇権をめぐって相争っていた。そして独立した突厥は、それらの国々との抗争に明け暮れることになる。抗争こそ我らが生きる道。567年、突厥は西方の大勢力、ササン朝ペルシア帝国と結んで、エフタルを滅ぼしてしまう。ササン朝といえばローマ帝国のライバルだね。突厥はエフタルの支配領域を組み入れ、一気に中央アジアの覇権国家になり上がった。一方中華の領域では、北魏の流れを継ぐ隋が数百年ぶりに中華を統一する。両勢力がぶつかり合うのは、いわば歴史の必然だったと言えるだろう。領有は並び立たないもんね。両勢力の争いは、隋の前身である北周の時代からすでに始まっていた。北周の実権を握った楊堅が建てたのが隋だったね。突厥は東夷の後進である北征と結んで北周としばしば争った。結局北征は自滅してしまい、北周の後進である隋が中華を統一するのである。詳しくは、魏晋南北朝時代の終焉を見てね。582年、まだ隋が中華を統一する前、楊堅は大軍を頂上の北方に派遣した。どっちが勝ったんだい？隋の圧勝に終わったようだな。隋は強いね。この時期すでに突厥は東西に分裂していたと言われている。仲田がいかい？イリカガンは552年に亡くなったようで、その息子である伊豆食器カガンが突厥を率いることになった。しかしこの伊豆食器カガンは即位直後に死んでしまい、弟の牧漢カガンが突厥を率いていく。相変わらず無理やり漢字にした感がすごい。牧漢カガンの時代、弟のイステミがすでに独立した勢力を築いており、突厥は東西に分裂したと言われている。そして東突厥は隋に敗北したことにより勢力を失ってしまった。だがご存知の通り、隋はあっという間に滅びた。詳しくは、隋の滅亡、を見てね。中華は再び大混乱時代に突入した。そしてその間隙を縫うように、東突厥は再び勢力を取り戻すのである。中華の繁栄と北方騎馬民族の台頭は密接な関係にあるね。両者はシーソーのような関係と言え、片方が弱体化するともう片方が強大化すると言える。隋滅亡後の混乱を収め、再び中華を統一したのは、隋と同じ武先鎮軍閥出身の唐であった。唐の高祖コトリエンは、突厥と手を結ぶことで勢力を拡大させていた。リエンはその前に突厥にボロ負けしたんだよね。敗戦の席を問われるのを恐れて挙兵したという話さえあるな。だが唐の大僧コトリ聖民は、突厥とは敵対姿勢を示した。李世民は中華史最強との呼び声も高い李世を派遣して、ついに東突厥を滅ぼしてしまった。詳しくは、李世、を見てね。これで今回の動画は終わりかい？いや、東突厥は滅びても、西突厥は残っていた。それに東突厥の移民たちも残っており、大僧こと李世民に対して、天下岩、の尊称を送っている。天下岩？大僧のために特別に設けたくらいのようだ。これによって唐の大僧は、中華帝国の皇帝でありながら、北方民族の君主にもなったのだった。つまり無敵ですね。大僧は突厥の有力者を都督府や吉備州の都督や使に任命し、間接統治を行った。吉備政策というやつだね。一方西突厥は唐には反発した。唐は吉備や宝丹など、かつて西域と呼ばれていた中央アジアに進出したのだが、西突厥は中央アジアの諸部族を糾合し、唐に対抗したようだ。突厥は屈せぬ、何者にもな。大僧の息子である高僧は数十万と言われる規模の軍団を派遣し、657年には西突厥は滅亡してしまった。今度こそこの動画は終了かい？いや、むしろここから始まると言っても良いかもしれない。突厥という国はこれで滅びたが、突厥という民族が滅んだわけではなかった。冒頭の話に戻るわけだね。
ローマ帝国がゲルマン人を、アラブ人がトルコ系民族を、それぞれ軍事力として自軍に組み入れたように、唐もまた突厥を軍事力に組み込んだ。世界中で同じようなことが起こるんだね。人という生き物の差がなのかもな。唐は遊牧民族で構成された藩兵を組織し、中央政府が任命した皇軍大総監の指揮下に入れた。この藩兵の中核を成していたのが突厥族であったようだ。ほうほう。そして西突厥が滅亡してから数十年が経った679年、突厥族が突如唐に反旗を翻した。唐はなんとかこの反乱を鎮圧したものの、突厥族の持つ独立への意志は固く、東突厥の流れを汲むアシナコツトチロクが新たに河岸となり、682年についに独立を果たしたのである。突厥は蘇るさ、何度でもな。新たにできたこの国を突厥第二帝国と呼ぶこともあるな。帝国かい？帝国なのかい？国としての突厥はいくつかの民族が構成する複合多民族国家だったようだからな。突厥族だけの国ではなかったんだね。中華北方の騎馬民族は有力な人物や部族が出ると周辺の諸民族をまとめ上げる特徴があった。郷土なんてまさにそうだったね。後に出てくるモンゴル帝国もそうだった。再び独立した突厥はモンゴル高原の覇権を握り、その勢力を瞬く間に回復させたようだ。そういえばモンゴル帝国の建国神話と突厥の神話には似た部分があったんだったね。いわゆる老祖伝説は突厥にも共通していたようだな。青き狼の末裔。モンゴル族の建国神話は突厥の影響を受けたという説もある。詳しくはチンギスハンを見てね。アシダコチトチロクの死後、弟のアシダモクセチは河北への侵攻を開始した。名前が全く入ってこない。突厥は唐を大いに苦しめ、元宗の時代には唐は突厥に対して融和政策を行った。以降突厥と唐は友好関係を築いたようで、唐の絹と突厥の馬を交易する剣馬貿易が盛んになったという。仲良しになったのだね。元宗の時代に特筆すべきは、突厥飛蚊と安禄山の存在であろう。突厥飛蚊とな？突厥はいくつかの石碑を残している。そしてそれらの碑文には先ほど触れた突厥文字が記されているわけだが、その中には元宗が突厥の河岸族の死を悼んで弔辞を送ったことが記されているのだ。かなり友好的な関係を築いていたわけだね。このことからもわかるように、突厥は決して感化しなかった。吉備政策下においても、独自の文化や風習を守っていたんだね。安史の乱の首謀者である安禄山は、ソグド人の父と突厥族の母の間にできた子だとされる。安禄山が幼い頃に父は死んでしまい、母は突厥族の有力者と再婚したそうだ。でも唐の有力者になるんだね。唐と突厥は友好関係を結んでいたしな。それに安禄山は6つの言語を自在に操れたらしい。いつの時代も多言語できる人間は強いね。ちなみに突厥文字ができる前は、突厥ではソグド文字が使われていたと考えられている。漢字は使わなかったんだね。突厥は中華史の文脈で語られることが多いが、郷土などに比べると初期突厥は中華からの影響は薄かったと言えるのかもな。中央アジアはペルシア帝国領になったり、アレクサンダー大王の帝国に組み込まれたり、中華に組み込まれたりせはしないね。イスラム文明圏に属したり、ソ連の一部になったりもしたな。ご存知の通り、安禄山は安史の乱を引き起こし、唐の国力は移行衰退の一途をたどる。一方突厥も琵琶河岸が734年に死ぬと急速に勢力を失っていった。唐と近い時期に勢力を失ったんだね。結局安史の乱でも活躍したウイグル族に突厥第二帝国は滅ぼされてしまう。744年のことであったという。安史の乱の少し前の話だね。そして今度こそこの動画も終わりかい？いや、突厥の全盛期はこれからやってくる。突厥は蘇るさ、何度でもな。国としての突厥は確かに滅びたと言える。しかし突厥という民族はその後も生き延びていた。そしてあるきっかけで再び歴史の表舞台に出てくるようになる。あるきっかけとな？868年、唐で宝訓の乱と呼ばれる事件が起きた。
すでに党は弱体化しており、この反乱を鎮圧したのは突厥の朱夜石心という人物であった。なんかすごい名前だね。朱夜石心はその功績により党の皇族から、李、姓を賜り、李国相と名乗るようになる。党の皇族から姓を賜られる例は多いね。党の末期はまるでモグラ叩きのように反乱が頻発した。その中でも最大だったのが、高宗の乱、である。党滅亡の原因となった大反乱だね。高宗の乱において活躍したのが、李国相の息子である李国陽だった。彼は高宗の部下であった朱全忠と共に高宗の乱を鎮圧することに成功する。朱全忠は党に寝返ったんだったね。李国陽は反乱鎮圧の功績により下等節度使に任命され、895年には新王に奉ぜられた。ついに王様になったんだね。すでに党は実質的な滅亡状態となっており、中華の覇権をめぐって朱全忠と李国陽は激しく争うことになる。李国陽は阿軍と呼ばれる黒ずくめの集団を率いており、その軍事力は随一であったが、粗暴な部分もあり、住民の大多数である漢民族の支持を得ることはできなかった。黒ずくめの組織だね。結局実権を握ったのは朱全忠だった。907年、朱全忠は党の愛帝から禅譲を受け、自ら皇帝となり公領を建国した。詳しくは、党の滅亡、を見てね。朱全忠は愛帝以下党の皇族を皆殺しにし、中華は五大実国時代と呼ばれる大混乱時代に突入したのである。多くの節度使は朱全忠の即位を承認したが、李国陽は徹底的に朱全忠に対抗した。だが党滅亡の翌年にあたる908年、李国陽はその生涯を終えたのである。おお、李国陽よ、死んでしまうとは。息子の李存勖が地盤を引き継ぎ、突厥を率いて朱全忠と交渉した。ちなみに彼らは突厥の中でも貞族と呼ばれる部族の出身だったようだ。そして李国陽以降、貞族が突厥の中で支配的になっていった。それは良かったねー。死の間際、李国陽は息子の李存勖に対して三本の矢を与えたという。サンフレッチェだね。一本は炎王を称した友人卿を、もう一本は槍つあぼきを、そして最後は朱全忠を倒すのに使え、李国陽は息子にそう言い残して死んだという。陽の建国者とも言える槍つあぼきと同年代だったんだね。槍つあぼきはモンゴル系とも言われる契丹族の出身で、党末期の混乱に乗じて勢力を拡大させていた。同じく勢力を拡大させていた突厥とぶつかり合うのは必然だったと言える。中華帝国の力が弱まると騎馬民族が台頭する。契丹族はかつて、東突厥に従属していた時期があったと見られている。その後契丹族も東突厥と共に党の厳しい政策に組み入れられたが、7世紀末に反乱を起こし、カガンを称して独立を試みたという。契丹族もカガンの称号を使ったんだね。契丹族は突厥の影響を受けている面があったと言えるだろう。916年、槍つあぼきは契丹カガンに即位した。でも契丹族と突厥は違う民族なんでしょ？920年、槍つあぼきは契丹文字を作り出したと言われている。突厥文字がソグド文字を元にして作り出されたのに対し、契丹文字は漢字を元にして作り出された。じゃあ全然違う文字なんだね。契丹文字は現在でも解読不能で、突厥と契丹族の話し言葉がどれほど異なっていたかもわかっていない。だが両民族の関係は深く、突厥第二帝国ができた際にも契丹族は突厥に服属したと見られている。基本的に契丹族は突厥についていっていたんだね。だが突厥第二帝国が滅びると契丹族は党に服属したようだ。そして安史の乱が起こると党による吉備体制は崩壊し、ウイグルに服属するようになったという。なかなか世話しないねー。そこから独立して領を建国するまでの契丹族の動きは定かではない。だが党滅亡の混乱により、槍つあぼき率いる契丹族は急速に力をつけた。カリスマが登場すると騎馬民族は一気に強大化するね。李存勖と槍つあぼきは、二度大規模なぶつかり合いをした。結果はどうだったんだい？917年、最初の戦いは契丹族が勝ち、次の戦いでは突厥が契丹族に勝利した。突厥も強いね。
李尊局は中華史全体でも上位の戦闘巧者だったからな。契丹族と突厥のぶつかり合いの少し前、李尊局は友人卿の子供である劉子光を打ち破って優秀を得ている。父親の遺言を実行したわけだね。921年、契丹族と突厥の間で再び戦争が起こった。結果はどうなったのかね。李尊局は自ら軍勢を率いて契丹族の侵攻を跳ねのけたという。ゲリ隊、ゲリ隊。父の宿敵とも言える修善中は、912年に死んだ。公領ではその後内紛が起こり、李尊局はそれに乗じて公領に介入する。修善中の息子である朱勇慶は突厥の軍団と戦うが大敗。公領はその後も体制を立て直すことができず、923年に滅亡してしまった。あっという間に滅亡してしまったね。公領を滅ぼした李尊局は洛陽にて皇帝に即位し、国号を東とした。歴史的には、江東、と呼ばれる国だね。江東の建国によって、華北は突厥が支配する国となった。突厥はついに中華領域内で覇権を握ることができたんだね。李尊局は蜀の攻略にも成功し、江東は中華における最大の勢力にまで成長した。ただ、李尊局は武勇には優れていたが統治者としての能力には恵まれていなかったようで、ありとあらゆる方面からの不満を買い、各地で反乱が相次いでしまう。中華史にはこの手の人間が多い気がする。李尊局は最終的に自らの親衛隊によって殺害されたという。煬帝と同じ死に方だ。李詩吟が江東の二代目皇帝となった。李尊局の息子かい？華氏、と呼ばれるいわば養子だ。一方で李尊局には李慶久という名の息子がいた。李慶久と李詩吟は激突し、結局李詩吟が勝利したのだ。力が物を言う時代だね。李詩吟が突厥であったかどうかはよくわかっていない。李詩吟は李尊局の生前反乱の鎮圧を任されていたようだが、その最中に岐阜の李尊局が死んでしまった。李詩吟はその時反乱鎮圧のための軍事力を有していたわけだね。そしてその軍事力を利用して皇帝になったわけだ。李詩吟は風道という人物を最小に任用した。何度も使える相手が変わった人物だね。合計11名の人物に使えたようだな。李詩吟の時代には検地が行われ、三司という役職が創設されるなど、集権化の機運が高まった。しかし李詩吟は即位6年ほどで死んでしまい、その後継者争いが起こった。この時代はひたすら後継者争いばっかり起こっていたねー。李詩吟の養子である李重華が江東の皇帝に即位したのだが、これに李詩吟の娘婿である石敬瑭が反発した。石敬瑭は契丹族と結んで李重華を攻撃し、その後李重華は自死してしまう。石敬瑭は新たに後進を建国するわけだが、この際協力してくれた契丹族に燕雲十六州を割譲したのである。燕雲十六州問題はここに始まるわけだね。果たして石敬瑭はどのような出自だったのか、その点は中華史及び今回の動画において非常に重要な問題となる。何が重要な問題だ？中華史において、石敬瑭は異民族に中華領域を受け渡したとして非難されている。それゆえにその評価は非常に厳しく、南宋の秦桧とともに中華史で最も嫌われている人物の一人だと言える。あれ？これって非常にややこしい？ものすごくややこしい。何せこれは中華思想による歴史観での評価だからな。実は後進は漢民族国家として中華史では扱われる。石敬瑭は漢民族だったのかい？そこが問題になる。かなり高い確率で、石敬瑭は漢民族の出身ではなかった。なのに石敬瑭が建てた後進は、中華史では漢民族国家として扱われている？そうしないと、中華史、そのものが崩壊するからな。歴史とは現在の視点から見た過去の再編纂だ。中華は漢民族の領域である。中華史はいわばこの前提から再編纂されている。でも漢民族以外にも中華領域を支配した民族はいたよね。燕雲十六州を得た契丹族の領などは、征服国家、として分類された。一方で鮮卑族の北魏などは、浸透国家、とされた。漢化したのが浸透国家で、漢化しなかったのが征服国家だね。女真族の秦が滅びた後、
漢民族は再び中華の支配権を得た。そして、中華史が形成されるのである。それが我々の知る中華史なわけだね。隋や唐は高い確率で漢化した鮮卑族もしくは匈奴族が建てた国だ。だが隋も唐も漢民族国家として扱われている。北魏は神道国家なのにねー。赤系統は高い確率で突厥もしくはソグド人の出身だ。五大と言われる唐滅亡後に華北を支配した5つの国のうち、主前中の建てた公領以外の国は突厥が建てた国である可能性がある。少なくとも高等はそうだね。今回の動画において、突厥はいつ滅びたのか、という点は非常に重要な問題となる。主題は突厥の滅亡、だもんね。結論から言えば赤系統の出自ははっきりしない。確実に突厥出身だと言えるのは李存勖までである。でも高等の有力者なら突厥の可能性は高そうだけどね。五大と呼ばれる国々がいつから漢化したかもわかっていない。李詩吟が風道を宰相に任命し、数々の改革を行ってからの可能性が高いが、それも半然とはしていない。風道はその後も五大の国々に仕えたんだったね。赤系統は李重化の進化を一切罪に問わずに自らの真にしたようで、風道もそのまま赤系統に仕えたようだ。漢化政策も引き継いだのかな？この頃契丹族は国号を領とした。風道は領への使者として派遣され、戻ってきた頃には後進は滅んでいた。滅ぶのが早すぎる。建国からわずか10年で滅んだからな。後進を滅ぼして高官を建国した有知縁は、突厥貞族の出身だった。李国用や李存勖と同じ部族の出身だったんだね。有知縁の父は李国用の軍団にいたようだな。ちなみに領に派遣された風道は領で宰相となるが、帰ってきて有知縁に仕えている。君主に忠節を尽くすという儒教的価値観は弱まっているようだねー。領も高官も漢民族国家ではないからな。なおこの高官だが、4年ともたずに滅亡した。そして閣位という人物によって公衆が建国されるのである。閣位の羊はどうなっているのかね？大元という土地で生まれた漢民族ということになっている。そしてこの人物は在役3年で死んでしまった。短命な君主が続くなぁ。そして閣位の後を継いだのが、閣位の妻の上にあたる蔡英であった。漢民族の出身かい？実はそのあたりはよくわかっていない。そして蔡英の下で頭角を現したのが宋の建国者である張教員なのだが、彼の出自も判然としない。詳しくは、張教員を見てね。突厥はいつの間にか滅んでしまったと言える。五胡と呼ばれたい民族の中で、最も繁栄した鮮卑族もまたいつの間にか滅亡していたと言える。感化しちゃったもんね。一方で五胡の中で最も建てた国が少なかった匈族は今でも存続している。民族とは、同じ言語や文化、宗教などを持つ人々の集まりである。突厥文化の代表とも言える突厥文字は、9世紀以降姿を消してしまったようだ。突厥もまた、鮮卑族のように漢化したのかい？いつ頃から漢化が始まったのかはわからないが、そのように考えるのが自然だろうな。ただ、エニセイ文字やタラス文字などが突厥文字の後継であるという意見もある。エニセイって現在ロシア領だね。また、黒海沿岸からアラル海にかけて、強大な勢力を誇ったハザール河岸国と突厥のつながりを指摘する声も根強い。ササン朝や東ローマ帝国と争った国だね。そして965年にキエフ公国によって滅ぼされてしまったようだな。いずれにしても10世紀には滅んでしまったんだねー。だがトルコ系民族は中央アジアの草原地帯を闊歩し、やがてセルジューク朝トルコ帝国やオスマン帝国といった国が誕生することになる。突厥の末裔だったりするのかなー。残念ながらそれらの国々と突厥の関係はわかっていない。ただ、モンゴル帝国の建国神話や、河岸、という名称に見られるように、突厥の存在は多くの遊牧民族に大きな影響を与えたと言えるだろう。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。